土屋正常は、戦国時代から安土桃山時代の武将。片手千人切りの伝説と異名を持つ。武田氏の家臣で、普代家老衆。武田二十四章の一人、土屋正常の実定。今川旧臣、武田家海賊衆の土屋定綱の養子。武田氏の家臣で、普代家老衆の金丸畜前神の逸を、創造として、海の国に生まれる。 筑前神の次男、正次は、武田信玄の側近として活躍し、A64 年9月の川中島の戦い以降に、土屋氏の名跡を与えられ、や正次となった。武勇に優れ、A61 年の今川家とのうつぼ合戦に13歳で、ウ陣し、敵方の岡部貞綱家臣の首を打ち取った。A61 年の駿河進行後に、武田信玄に降り、 武田家の海賊衆となった、岡部貞綱は、自分の家臣を討ち取った正常を養子にしたいと、嘆願したというには、土屋豊前、守る貞綱を名乗っている。これにより創造は、土屋貞綱の養子となり、や正常と名を改める。正常は、信玄、勝頼記の武田家に仕えた。天正三年五月十一日の長しの戦いでは、兄の正次、 養父の定綱が共に戦死し、摩擦具と定綱の双方に男子がいなかったため、摩擦根は両土屋家を継承し、摩擦具と定綱双方の維新を率いた。勝頼時代、摩擦根は主に東海道方面、関東方面の戦いの多くに参加した。天目山の崖道にある片手切りの史跡天正十年三月、織田、徳川連合軍の公衆征伐では、 最後まで、武田勝頼に従う。新編合図風土記によれば、同年3月1日に最後となる、留守印状を報じている。後乱記によれば、勝頼一行が、小山田信繁を頼り軍内へ逃れる最中に、信繁の離反を知り、動揺する、勝頼側近の後部勝氏に対して、これを非難したという。織田信長の武田攻めで、家臣の離反が相次ぐ中、 土屋正常は最後まで勝頼に従い続けて、忠義を、まっとうした。勝頼たちは、最終的に天目山へ向かったが、勝頼に付き従った者は、田野村に着く頃には正常を含めて、わずか数十人だった。信長後期、後乱期、後用軍艦によれば、天目山の戦いにて、勝頼が自害を覚悟したとき、 マサは勝頼が自害するまでの時間を稼ぐため、小田勢を相手に奮戦した。その際、狭い崖道で小田勢を迎え撃つため、片手で藤鶴を掴んで外貨へ転落しないようにし、片手で戦い続けたことから、後に片手千人斬りの異名を取った。去年27。七。サツのために、氷川に突き落とされた千人もの兵が流したちは、 川の水を赤く染めて、それは三日間も色を失わなかったという。人々は後にこの川を三日地川と呼ぶようになり、後世まで片手千人切りの伝説を語り伝えた。この働きにより、勝頼は小田方に打ち取られることなく自陣した。李喜び二期によれば、勝頼の命で自害した婦人に解釈をしたとも言われる。摩擦の働きは戦後。 織田信長からも称賛され、良き武者スーをいたおした後に追い払を切って果て、比類なき働きを残したと、信長後期に記されている。三河物語では、徳川家臣の大久保忠隆が忠常の活躍を称賛している。武田家の滅亡後、同年10月9日に、土屋民部将優が、高野山聖敬院において、正擦の供養を行う。法名は、 中宗同節大前門人。なお、関英書家系図連では法名を、同節海誠国史によれば、甲州市大和町伝屋の慶徳院の遺牌では、中安、あり高古寺としている。関西重修書家府によれば、着難の土屋直は母に連れられて脱出したという。天正十年六月の天正人後の乱を経て、海は、三河国の徳川家康が了するが、 忠直の同心70名は、徳川家臣、伊伊直政に付属され、乱の最中に、家康に対して、忠誠を誓った、天正神後記承文を提出している。忠直自身は、天正16年に、家康に拝越し、家康側室の阿茶局曲により養育される。慶長7年に忠直は、かずくるり藩の大名となった。忠直の子孫、や重虎う表門は、供養。 ウラモンは三井市。AB 丸島、P504AB 平山、P331 平山、P330ABCDEFGH 丸島、P505。ありがとうございます。